それでは本日のヒーローの登場です。本日のヒーローはガチャのヒーロー、そしてチャーチョキビジョンジョー、そしてラホキビヨ
今日は北山投手も粘りのピッチングを続ける中で同点の場面で巡ってきた打席でした。あの打席振り返っていかがでしたか。いやもう絶対ここで取るしかないと思って、いろいろミスが重なりましたけど、そのミスをカバーするのがやっぱ短期決戦なんで、本当にいい仕事ができたと思います。今シーズン何度も勝負の場面で一打を放ってきた水野選手です。5月のヒーローインタビューではこれが今年のファイターズですという言葉もありました。今のファイターズ、水野選手どんな風に見てますか。本当に一球一球すごい歓声で、本当にまたここに帰ってきたいと思いました。お言葉にもあったように、次このエスコンフィールド北海道に戻ってくるのは日本シリーズです。ファイナルステージ、どんな戦いを見せてくれますか。絶対ソフトバンク倒してまたエスコンに帰ってきます。どんな後悔を見せてくれますか。行くだけ。感謝状態ブリゲット水野達成でした最後に潰したらどうしようっていうプレッシャーで、マウンドに立ちました。はい、17年目です。若い選手たちが多い中で今年のファイターズの躍進成長はベテランとしてどんな風に見ていたんでしょうか。どういう風に見ていたことを言いますと、そうですね、本当にみんな一生懸命だし絶対成長するっていうふうに思ってたんで、本当にここまで成長したのは、本当に監督のおかげだと思います。はい、今回の年と最下位という苦しい悔しい結果が続く中でここまで連れてきてくれた、そしてみんなと共に戦ってきた新庄監督には今どんな思いでしょう。そうですね、今日9回行くって言われてなかったんで、いきなり言われてびっくりしたんで、はい、ありがとうございます、大体です。今日の試合もそうですが、野手陣の頑張りの前にはブルペン陣、先発陣、ピッチャー陣、みんなの頑張りがあったかと思います。
同じピッチャーの仲間たちの姿はどう目に映っていましたか。たくましすぎます、はい、福岡での戦いが勝ちにつながればまたここエスコンフィールド北海道に日本シリーズで帰ってくることになります。福岡ではこのファンの皆さんたちにどんな姿を見せたいですか。帰ってきますよ。